おはようございます。12月23日です。ここは港の見える丘公園の愛の母子像の前に来ています。この愛の母子像というところはですね、1977年に米軍機が墜落してお母さんと幼い子供2人が犠牲になったその像が飾られているところです。今日はそこでジョセフ・プリンシオッタさん、911事件でいとこを亡くされたジョセフさんと、それからこの神奈川地元から衆議院議員でいらっしゃいます斉藤剛さんを迎えて、ジョセフさんからの真実のプレゼントというイベントを行います。それでは斉藤議員からご挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。市民の皆さんこんにちは。衆議院の民主党の斉藤剛です。ジョセフさんようこそ、ウェルカム横浜シティを。ありがとう、どうもありがとうございます。Thank you very much。 皆さんもご記憶だと思います。2001年、9月11日ニューヨークの世界貿易センタービルで最初一機の飛行機が2つのタワーの一つ、そして、驚くうちにもう一機がもう一つのタワーの方に撃墜しました。そして、尊い私たち人間の命が3000人を超したというふうに言われております。信じられない光景でした。そして、そこに救出に、そして消火に出られ出動された多くの消防士の方がいらっしゃいました。一生懸命消火活動に参加をされました。ジョセフさんのいとこさんも2人がこの消防、消火、そして救援活動に携われました。伺いましたら高いフロアに行ってもう火も消えていると、そして外の地上の消防士に消えてるよというそういう発信をしたと。しかしそれからわずか間に私たちも日本人もあの映像で見ているように2つのタワーが音を立てて崩れていく、その中にジョセフさんのいとこさんのお二人も含まれておる。たくさんの方々がそこで失われました。ブッシュ大統領は戦争だと叫びました。ジョセフさんもそして亡くなられた方々の家族やあるいは全世界の人たちもこの犯人に対して憎しみを覚えました。そして戦争だという叫んだその行き先は今なお続くアフガニスタンへのこの攻撃戦争につながっています。私は疑問を持ちます、クエスチョンを持ちます。そしてさらにもっと疑問に思うのは、ジョセフさんが疑問に思ったのは映像を見てて2つの飛行機が入っていく、そして消防士が叫んだ消えていると、そしてその後に全てのビルが壊れていくということに関してなぜなんだ、なぜ崩れていくんだということに対して疑問を持ちました。先日東京国会の方にジョセフさんと一緒にリチャード・ゲイジさん、ミスター・リチャード・ゲイジさんが見えまして、私の親友の藤田幸久参議院議員が国会で由美さんやジョセフさんとリチャード・ゲイジさんと一緒に私たち国会議員をこの世界貿易センターがなぜ倒壊したんだということについてその真実を知りたいと、日本の国民も日本の政治家もその真実を迫ってほしいと、アメリカの政府にアメリカの国会議員に全世界の人たちにそのことを広げてほしいということを説明され提案されました。私はかねてから何か今世界で起きていることについておかしいなというふうに思いながらも今回の国会での説明に対しさらなる疑問がどん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 心の中気持ちの中に湧き立つものがたくさんあります。今回リチャード・ゲイジさんと一緒に見えましたジョセフさんはお二人のいとこさんを亡くしたあのテロ事件に対し強い憤りと同時になぜあれが倒壊したんだということについて皆さん方にその疑問を一緒に解こうではないかというそういう提案メッセージをしております。今私自身も国会議員の一人として、市民の皆さん方に日本の国民の皆さん方に
ぜひこの真実を究明するために立ち上がろうではありませんか、一緒に手を携えて世界の人々と一緒に活動しようではありませんかということを申し上げさせていただくために、この今ご紹介ありました平和の母子像、もう32年経つんでしょうか、アメリカ軍のジェット機が横浜市に墜落をして、豊志田和恵さん、お母さんとお二人の小さいお子さんが亡くなりました。尊い命です。一人が死ぬ、二人が死ぬ、3000人が死ぬ、万人が死ぬ、一人一人の命には重さも軽さもありません。私たちはその真実を究明するジョセフさんはじめ多くのアメリカ国民や世界の人々と連帯をしていきたいというふうに思っています。ようこそ神奈川横浜に来ていただきまして、この真相をですね究明するために一緒に頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ私も一緒にやります。よろしくお願いします。ありがとう。遺族たちから助けて、斉藤さん、はい、どうもありがとうございます。